こんにちは、札幌占い美容室早原のことです。で、多分そのゆるごぼを作ると自然とそのデザインカラーっていうのが浮かんでくるというか、デザインカラーじゃないとおかしくなってくるんで、その自然な状態に合わせてデザインカラーをちょっとしていきたいなと思います。なので今回ちょっとバックの方をちょっと切っていこうかなと思います。モデルさんのちょっと生え癖が少しあるんですが、まあ、そこはうまくごまかしつつバックをちょっと上げたいと思います。はい、ではやっていきます。はい、アッシュカラーが、スローの A10 と、ポイントでピンク入れるので、そのピンクが発色がいいのがコレストンのピンクなんで、コレストンのピンクを使います。でコレストンのピンクにオキシ 0.5 ですね。オキシの量を若干減らしてます。で、染料をちょっと濃くしようと思ってオキシ 0.5 です。スローは普通通りですね。なんで先にポイントの方を塗っていきたいと思うんで、ピンクのところを塗っていきます。ちなみに今駆け落ちモデルをやってる一人でしか結構なかなかないです。お客さんは駆け落ちモデルはちょっと恥ずかったいや、なんか予定表がなんかぐちゃぐちゃです。最近もなんかよくわかんなくて、出張行ったりなんなりして、なんか何のスケジュールかわかんなかった。今回は番組にちょっと、番組に若干レッドを入れたいと思うんで、まあこの辺ちょっと反対側だけ、足目でちょっと入れたいと思います。まあこの辺はもうその時のニュアンスで、このゆるボブはなんか浮かぶんですよね。なんかこういう風にしたらいいなっていうのが浮かぶスタイルなので、まあ自然とできます。デザインカラーのもの、まあ、前髪の方半分だけちょっとやって、まあ、あとこの毛先とかもちょっとこうグラで斜めにこう入れたりとかも面白いかなと思うんで、ちょっとこの辺をちょっと毛先に遊びをちょっと入れてみようかなと思います。だけど反対側はちょっと入れないで、ちょっと右と左でちょっと雰囲気を変えたいと思いますね。こう可愛い感じからこういうシックな感じの方に移行できるように、こっちだけはちょっと入れて、反対側は今レッドとピンクは入れてない状態です。でここに、スローの足を通常通り、塗っていくんですが、はい、毛先グラですね、はい、でこれに通常通り塗っていくんで、多分本当カットカラーで1時間ぐらいだったらできます。まあ、ちょっと今日は時間的にできないですけど、掛け持ちなので、